いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。ポケットモンスターシャイニングパール初見 RTA 始めていきます。名前入力までカットします。名前は自分の名前にします。せっかくの初見、楽しみたいからね。仕方ないね。ふん、順というのかい？贅沢な名だね。今からお前の名前は、あだ。いいかい、あだよ。わかったら返事をするんだ、あ。では、御三家選びまでカットします。御三家何にしましょうか。迷いましたがポッチャマにしました。かわいいからです。さて、いろいろこの動画についてお話ししていきましょう。まず、初見 RTA と言っていますが、白名の手持ちポケモンの内容、そしてその白名がめっちゃ強いことは聞いていました。なので完全に霊からの知識というわけではございません。あとジムリーダーの中に4代目ホカゲがいることも知っています。この動画では倍速カット編集を多用します。RTA 動画でカット編集って許されるんですかね？まあ大丈夫でしょう。ではある程度カットします。その後家に帰り、ランニングシューズをもらって、無駄にライバルの家に侵入し、無駄に冒険に出かけます。あ、コウキくんこんにちは。ふん、ぽっちゃまというのかい。贅沢な名だね。カットします。今からお前のママに旅に出ることを伝えます。びっくりするくらい快諾されました。モンスターボールを買います。これがなければ冒険はできません。いやお前くれるんかい。短パンの男性に話しかけられました。ささっと終わらせます。傷薬買ってなかったら負けていました。その後は石化されて、石化されて、はたいて、また傷薬使って、日大タックルを急所にもらい、泣かれて、はたいて、石化されて、はたくことでなんとか勝つことができました。なんでこんなに強いの？最初のトレーナーでしょ？最初のトレーナーっていうのはプレイヤーが絶対勝てるようにするべきである。野生のムックルです。捕まえましょう。捕まえました。名前どうしようか悩んだんですけどね。ひろゆきにします。某加藤さんがひろゆきは鳩だよって言ってましたからね。野生のビッパで捕まえました。お前の名前はビッパーだよ。トレーナーズスクールまで忘れ物を届けに行って、あまりのタウンマップをもらいました。そこの少年、何かくれないかね。残念、戦闘が始まってしまいました。ケイシーですか、雑魚ですね。今までありがとうございました。ひろゆきの電光石火で落とすしか勝ち筋がありません。なので勝った時に経験値をひろゆきに集約させるためにビッパ押しに出しします。すまんビッパ。落ちましたね、ナイスです。カットします。ポケッチ入手イベントです。一人目。カットします。どけ。俺はトレーナーだぞ。二人目。どけ。俺はトレーナーだぞ。三人目。ポケッチをもらいました。使いません。ライバルが勝負を挑んできました。
硬すぎだろ。硬かったけど倒しました。今作のトレーナー全体的に強くないですか？あ、翼で打つを覚えました。これで勝つる。そういえば、技のアニメーション切るの忘れてました。ニックネームは継続します。名前は付けた方が愛着が湧くからね。仕方ないね。あ、バトルでしょうか。技マシンをもらえました。今回の技マシンって消費されるんですね。自分のやってきたポケモンは全部無制限に使えたのでびっくりでした。言い忘れていましたが、ちゃんとオリジナルのダイヤモンドパールもやっていないので安心してください。ダイパ世代だったんですけどね。ぐだっていたのでカットします。ズバットです。今まではスルーしてたんですけど今回は捕獲しようかな。捕獲しました。確かダイパからズバットはクロバットまで進化できるようになったんですよね。採用です。名前どうしようかな。ドラキーにします。安直だと思いますか？自分もそう思います。ひょうたくんを呼びに行ったら岩砕きを自慢されました。今さっきライバルと戦っていたのにどうしてもうこんなところにいるんでしょうか。そういえば、手持ちのポケモン、性格はどうなってるんですかね。病気。確かポッチャマって特殊アタッカーでしたよね。再走初見 RTA において再走は許されません。ジムまでカットしました。このジム、最初のジムとはいえあまりにもギミックが貧相じゃないですか？岩タイプのジムなのでポッチャマを先頭にします。いきなりジムリーダーに挑もうと思ったのですが、もしかしたら倒せないくらいレベル差があるかもしれないので一回部下に挑んでみましょうでした。ジムリーダーに挑戦します。この時点の岩タイプのジムリーダーってヒコザル選んだ人めちゃくちゃきつくないですか？やっぱり大正義水ペンギンなんだよな。ラストは誰でしょうか？ズガイドスですね。もしかしたら複合タイプかもしれませんが、少なくとも水で10倍以上は入るでしょう。14レベルですか。レベル差があるとはいえタイプ相性を覆すほどではないはずです。ラッキー、ナメプしてきてます。今のうちに半分も入らないんですか？ああ、この人がバカで助かった。お、何やら意気込んでますね。意気込んだと思ったらポケモンに傷薬塗り始めましたよ。まあ、意味ないんですけどね。ぽっちゃまー。まあ、B2 段階下がってるので当然ですね。ここまで削ったらひろゆきの電光石火でも落ちるでしょう。無駄に急所に当てて勝利です。なんかぽっちゃまが落ちてからひろゆきで勝利するケースが多いですね。そのおかげですでにひろゆきのレベルがぽっちゃまに追いつきました。いや、鍛えたポケモンっていうかズガイドスでずっと頭突き打っていたら勝てていたよね。どちらかというとトレーナーの判断ミスが原因な気がするんだけど。まあそれはともかく。ジムバッジ一つ目ゲットです。ついでにステルスロックの技マシンももらえました。この技、ストーリーでは全く使った記憶がありません。ストーリーでは効果力技バカスカ打っていった方が強いからね。仕方ないね。では、ジムリーダーを倒したことですしパート1はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。かつての思い出を駆け抜ける、初見 RTA、始まるよ。前回、ひょうたくんをボコボコにしたところで終わりました。今回はその続きからスタートです。なんだあいつ。洞窟で出待ちされてました。悩みの種？何ですかその技。
不眠のポッチャマって完全にこれですね。曰く抱きが必要ということはこっちが正解のルートですね。違いました。そったれ。ことぶきシティまで戻ってきました。お、何やらおかしな人たちに絡まれてるようですね。今作の悪の組織は銀河団なんですね。こんなこと言っても仕方ないんですけど、ポケモンの悪の組織の下っ端の行動、あまりにもおつむが弱くて心配になります。わざとそういう人を雇ってるんでしょうか。はい、Jをカットします。おや、女の子二人が話しかけてきましたよ。訂正します。このメスガキどもを今からわからせます。わからせました。おう、ムクバードに進化しました。ムクバードから特性が威嚇になります。非常に強力ですが、RTA においてはテンポが悪くなるのがたまに傷ですね。ポケモンにニックネームつけてる時点でタイムのこと気にしてないだろって。うるさいですね。え、なんか知らないですけど幻のポケモンをゲットしました。やったえ、バトルですか？宇宙人みたいな人？どうも、シャブでーす。ああ、銀河団のことですか。言われてみたら確かにですね。お、なんか入り口封鎖してますね。はい、お湯。なかなか小賢しいことをしますね。ジラーチ、お前もう船降りろ。ミツオタカル下っ端を倒します。ミツオタカルってもう昆虫とかそこら辺のレベルですね。昆虫2匹を撃退しました。お邪魔します。幹部の方がいらっしゃいました。うわ、急に切れてくるじゃん。ブニャッとです。悪タイプかノーマルタイプかわかりませんが、まあ今の手持ちだとそんなに関係ないですね。いや、その見た目でイスめっちゃ早いじゃん。まあ、あと一回は引っかく耐えますね。よし、行けポッチャマ。とりあえず A を下げます。急所さえ来なければ随分戦いやすくなるはず。お、なんとなくで持たせたオレンの実が役に立ちましたね。テンポを失わずに攻撃ができるのは大きいです。カットします。倒しました。結構強かったですね。じゃあ、お腹痛いのでトイレ行ってきます。カットします。戻りました。お、レベル16ってことは進化するんじゃないですか。やっぱり進化しましたね。信号待ちです。白帯の森までやってきました。と思ったら出待ちされてました。敵トレーナーではないみたいです。え、勝手に全回復ってことですか。いやー、都合のいい女が手に入りました。カットします。野生のオネショタが飛び出してきました。性癖対象外です。野生のサイキッカーが飛び出してきました。こちらも性癖対象外。おいしいですか。雑魚ですね。今までありがとうございました。まあ、さすがに負けません。ここで同行は終わりですか。なあ、もみ、俺の仲間になれよ。くられました。釣りが遅れません。バトルが始まってしまいました。この時期のトレーナーで6体手持ちって普通じゃないですよね。ああ、多分6体ともコイキングなんでしょう。ミュージックスタート。
カットします。無駄に6体のポケモンを瀕死にさせるトレーナーのクズ。お邪魔します。ここら辺読み飛ばしすぎて勘違いしてました。ジムの中のトレーナーを見つけるんですね。街の中から見つけるのだと思ってました。初対面のシロナさんから居合斬りをもらいました。優しいなぁ。あ。ビビ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 
ここで昼食に呼ばれたので食べてきます。は？カットします。戻ってきました。ちなみにメニューは白米、酒の塩焼き、味噌汁、卵焼きでした。お邪魔します。凄まじい敷地面積ですね。では隠れているトレーナーを見つけていきましょう。1人目、2人目、3人目、4人目。これで隠れているトレーナーはすべて見つけ出しました。さあ、ジムリーダーに挑戦です。このジムリーダー、可愛いですね。でもその髪型、北半球と南半球でどうやって分かれてるんですか？まあ、草タイプのジムなのでひろゆきが無双するでしょう。この火力、さすがですね。めちゃくちゃ嫌なんだけど、その技。勢いで翼で撃つを選択したんですけど、ここ絶対手加減してリフレクターからした方が良かったですね。まあでもさすがに次足してきますよねー。最終進化のポケモン使ってくるんですか？まあタイプ有利だしなんとかなるでしょう。半分は自分のミスとはいえ、あのナエトル、壁張って即退場するって、壁張りとしての仕事を完璧にこなしましたね。うわぁ、思ったより入らないな。頼む草結び耐えろ。しびれごな、嫌な技ですが草結びよりは温情でしょう。壁で硬い上にお盆ですか。よし、草結びギリで耐えることにかけてがむしゃらを返します。マヒカで一回動けてるので文句は言えませんが。ドラキーが草タイプを4分の1にできます。しかし、レベル差が開いているため安全に着地できるかわかりません。つまり、すまんビッパ。草結びを打ってくるな。種を恨んでくれ。よし、行ってこいドラキー。ビッパの雪辱を晴らすんだ。超音波で混乱させるか毒毒の牙か迷いましたが、とりあえず毒毒の牙でどれくらい入るか見ますか。微妙。追い詰められてるのはこっちなんだよなぁ。命中不安で使いたくはなかったのですが。頼む当たれー。文句は言えない。言えないけど。草結び多分あと一回は耐えるけど。ああよかった。温情行動です。毒毒の牙急所しかないですかね。ああ。バッグに何か残っていませんかね。あ、いい傷薬をいつの間にか拾っていました。ここからはひろゆきに託します。最初からバッグ見てればもっと余裕持って戦えていましたね。ドラキーがギリギリで耐えてくれました。おかげで麻痺も治せます。ドラキなあひろゆき、もう一度戦ってもらうことできるか。ああ、やっぱり草結び乱数に発なんですね。あくそつえや。残りの HP を石化で回収して終わりですね。まだ傷薬持ってたんかい。これで終わってたらよかったんですが、もういい傷薬は持ってないですからね。ああよかった。その HP で傷薬の在庫はない。これがどういうことかわかるか？
終わりってことだよ。ジムリーダーあなたね、撃破です。最初は楽勝だと思ったんですけどね。かなり苦戦したとはいえ、ジムバッジ2つ目、ゲットです。では、ジムバッジも手に入れたことですし、パート2はここまでとさせていただきます。あ、あとチャンネル登録よろしくお願いします。人気になってウームに入りたいんです。人気になってウームに入って、飲み会で女 YouTuber の顔面をつかみたいんです。よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。思ったよりストーリー難易度が高かったゲームの RTA、始まります。前回、二つ目のジムバッジを手に入れたところで終わりました。今回はその続きからスタートです。カット。地下洞窟にやってきました。これストーリーに関係あるんですかね？今作の化石ポケモンはここで手に入れるようですね。自転車のおじさんを助けるために銀河団のビルに来ています。最上階まで来たらおばさんがいました。話が早くて助かります。助かりました。そういえば今回は3つ目のジムバッジを手に入れるところまでにしようと思っているのですが、2つ目から3つ目までの期間が結構長いのでかなりカットを挟むと思います。カットアレルギーの方は気をつけてください。では早速カットします。自転車を手に入れました。新しいポケモンが欲しいので地下までやってきました。ロゼリア、俺の仲間になれ。あ。カイロス、俺の仲間になれ。はぁ、さよなら。トリトドン、地面タイプは欲しいかも。硬すぎだろ。二度と来ねえよバーカ。ポケモンでは珍しく盾は行くから始まりました。トレーナーがいること想定してなかった。カットします。ここもカットします。おや？コウキくんじゃないですか。今気づいたのですが、このキャラって男主人公だったんですね。バトルサッチャーをくれました。使いません。そっちもくれるんかい。なんだったんだ最初の選択肢。まあいいや。天眼さんまでやってきました。何ですかあなたは。はは、こいつやべえや。よすがしてまでやってきました。ん？カットします。どうやらコンテスト会場まで連れて行ってくれるらしいです。おや、この町のジムリーダーじゃないですか？これは多分コンテストをある程度クリアしないとストーリー進まないようになってますね。最初のイベントやこの会場まで連れて行ってくれる人まで用意してるんだから間違いないです。間違いでした。ここからどうすればいいのだ。おやおや、ぼ、は可愛いですね。ああ、これでストーリーが進みます。進みました。ごめん、同窓会には行けません。今、大洞窟にいます。本当はタイムが恋しいけれど、私が捕まえるこのポケモンも、きっといつか、この RTA の記録を伸ばすから、スボミーを捕まえました。確かロゼリアは夏季進化、ロズレイドは石進化でしたね。まあ石はどこかでゲットできるでしょう。スボミー、お前は手持ちの柱になれ。炎タイプも欲しいですね。いい提案がある。お前も仲間にならないか？ああ。死ぬ。死んでしまうぞヘルガー。仲間になれ。仲間になるとええ。お前は、選ばれし強き者なの。無理そうなので石化しておきますね。マジかよ。そういえば、柱の強さを確認しなければなりません。リーフストーム覚えてるんですか？最強じゃん。9分ほどカットしました。ロストタワーまで来ています。ここって何かする場所なんですかね？よくわかんないのでゴースだけ捕まえて帰ります。捕まえました。名前はゲンゲロゲにします。
どうやらもうもうミルクが売ってるらしいの。は？いかにもミルク売ってますって場所にいたじゃん。ピッピ一匹だけなのにすごい好戦的でしたね。お、ついにズバットが進化です。確か黒バットは夏木進化でしたよね。進化の時は近そうです。なんかよくわかんないけど大洞窟に潜ってたのでカット。15分くらいカットしました。帳してまでやってきました。長い道のりでした。え、何してんの？これ可愛いけど高すぎだなぁ。なんだこのファッション。これ光に似合ってると思いませんか？やっぱり高すぎて手が出せませんね。とりあえず手頃なピカチュウパーカーを買いましょう。ここら辺に技思い出しの家ってないですかね？なかったです。ジムまでやってきました。パッと見ではどんなギミックかわかりませんね。とりあえず中にいるトレーナーはボコボコにしておきましょう。一人目、二人目、三人目、黒バットに進化しました。四人目、五人目、六人目。このジムのギミック結構難しくないですか？ここまで来るのに結構かかりましたよ。それはそうとジムリーダーまでたどり着くことができました。格闘タイプのジムです。さっきのようにひろゆきがボコボコにしてくれるでしょう。やっぱり余裕です。7人目、ラスト1匹です。コテンパンにしてあげましょう。格闘タイプのジムのエースポケモンって大体ルカリオじゃないですか？ XY のコルニン。あ、やばい。なんとかしてくれ、おっちゃま。とりあえず A を下げます。ルカリオの素早さってどれくらいの数値なんですかね。まさか同じレベルのムクバードを抜かれるとは思いませんでした。まあ、ムクバードが上を取れていたところで、しっかりプレミだったんですけどね。よし、ちゃんと A に段階ダウンが効いてますね。いや、積み技持ってるんかい。嫌な音も持ってるんかい。NPC のくせに能力変化技に対してしっかり対策。NPC のくせに、イケドラキー。でもこのクロバット、飛行技覚えてないんですよね。マジで入らないな。防御を下げられたのでとりあえず交換します。ジムリーダースモモ、絶対に許しません。麻痺にするために柱を派遣し、お仕事完了しました。ついでにリークストームもぶち込んでます。ただ、どうせ傷薬を隠し持っているんですよね。あ、危ねえ。体力回復しながら麻痺と混乱でアドバンテージを稼いでいきます。かといってアドバンテージを稼いだところでこちらからできることは少ないんだよなぁ。きつすぎる。頼む、なんとかしてくれ、柱。いやー、スモモさん。対戦ありがとうございました。おや、コウキくんじゃないですか。え、自分のポケモン図鑑を銀河団に取られたって？でもジムリーダーは倒したしパート3はここまでにしようと思ってるんだよね。というわけでパート3はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。バグが使えるソフトにプレミア価格がつくゲームの RTA、始まります。前回、実力でスモモを倒したらコウキくんが銀河団にポケモン図鑑を盗まれたと、泣きついてきたところで終わりました。なので今回は銀河団から図鑑を奪い返すところからスタートです。その前にショッピングです。トンボ帰り、剣の舞、
守る、身代わり、そしていくつかの攻撃技を買いました。この時点では白なのガブリアスは毒毒身ガマモで処理しようと考えています。そもそも何を覚えてて、どんなステータスをしているか知らないんですけどね。タビファのムックルが強すぎる。お、ゴースが進化です。ここでゲンガーの進化要請を出します。人望が試されますね。こっちには何があるんでしょうか。何も、なかったって思ったんですけど、こっちで正解でしたね。 RPG の中盤って目的がわからなくなること多くないですか。自分だけかもしれませんが、マスダールームキーを落としたそうです。あー、鍵はどこにあるんだろうな。ここら辺にあるのかな。何もなかったです。 NPC が受付の時持ってたって言うんだったら受付に落ち、お前もしかしてトレーナーなのか。はぁー、勝ちました。ついでに368円も徴収しておきますね。技思い出しの家はここで。足跡鑑定士、何それ。なんだこの評価4的な反応。やってきました、水事選手。前回はかなり遅めの挑戦でしたからね。今回で前回のジム分の遅れを取り戻すことができるのか。さあ、野茂瀬してジムスター。さよなら。サファリパークにやってきました。それはい、ウパーをゲットしました。ヌオーがザシアンに対して強いって聞いたことがあります。きっと他のやつにも強いんでしょう。てめえにはドローくれてやるよ。方法にボールを投げます。そう、これが方法を捕まえる方法。カットします。ジムまでやってきました。あ、そうだ、ウパーの性格を確認しなければなりません。なんで一番欲しいステータスが上がって一番いらないステータスが上がってるんですか。にしてもスボニーが最初からリークストーム覚えてたのはラッキーでしたね。地下洞窟で捕まえたポケモンって特殊な技とか持ってたりするんでしょうか。一度ポケモンセンターまで帰るのでカット。戻ってきました。残りのやつを倒していきましょう。一人目、二人目、ヌオーに進化しました。これで全員ですね。スボミーが全てを破壊してくれました。ジムリーダーに挑戦します。こいつビジュアルいかつすぎるくせにめちゃくちゃいい笑顔するやん。まあ、今まで通りスボミーのリークストームで終了でしょう。なるほどね。とりあえず威嚇を入れに行きます。とりあえず削ってみます。なんでこんな入らないのだ。帰ります。ボッチャマを出して時間稼ぎです。めっちゃ硬いじゃん。ではこのうちに最終兵器スボミーを復活させます。復活させたのでとどめを刺すためにドラキーを出します。今、何かしたか？実はこのクロバット、ヒロユキとかポよりレベル低いのに能力値はだいたいそいつらより高いんですよね。やっぱ最終進化系って強い。お待ちかねのスボミーを出します。ヌオーラに、草技打とうと思ってる。マキシマム仮面には悪いけど、抜けがけで、リークストームして、そこで気持ち伝える。ヌオーラは草技食らったことないから、びっくりするかもだけど、もう気持ち伝えるの我慢できないから。我慢できませんでした。特攻下がってるので一回引きますか。いけ、ひろゆき。それ絶対草タイプ倒すための氷の牙じゃん。マジで柱にかかってます。頑張れ柱。頼む、耐えろ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 。マジでナイスです。抜群とはいえ不一致では決め手には欠けてしまうようですね。対戦ありがとうございました。やはりチカさんのポケンモは強いです。今回のジムは簡単でしたね。リークストームがバランスブレーカーだった説はありますが。
まあ、とにかく4つ目のジムバッジゲットです。いやー、今回もジムまでクリアしたのでね。ここでパート4は終わりましょうか。では、ご視聴ありがとうございました。え、まだ定時じゃないって？いやでもノルマはクリアしましたよ。え、ああ、はい、わかりました。はあ。では、パート4の続き、進めていきます。あ、じゃないですか。ライバルって毎回主人公に負けるのによく心折れませんよね。でもこの時点でムックルのままなのはもう勝つ気ないでしょ。特に見どころがある戦闘ではなかったのでカットします。カットしました。ここで少し雑談を挟みます。皆さんはゆっくり実況っていつから見始めましたか？自分はちょうど10年前にモンハンサードのゆっくり実況を見たのが最初でした。当時はゆっくりに瞬きの概念すらなかった時代でしたね。そう、その頃のゆっくり実況ってかなり淡々とした語りの動画が多くてですね。ニコニコ動画のフリーホラーゲームのゆっくり実況とかまさにそんな感じだった気がします。で、そこからニコニコから少し離れて YouTube でゆっくり実況を見始めるようになったんですよ。なんて言うんでしょうね。かなりゆっくり実況の作り方が違ったのが驚いたんですよね。例えば、おい、霊夢、すぐ後ろに敵が来てるぞ。え、嘘。やばい。今すぐ武器を構えて撃ち返すんだ。あぶねえ。みたいな雰囲気の動画が多かった気がします。まあ、一個人の印象であって、統計を取ったとかではないので信憑性は全くないんですけどね。それでも、ニコニコ動画と YouTube の間でゆっくり実況の雰囲気に差があったのは、今でも驚きますね。まあ、最近の YouTube のゆっくりは解説系チャンネルの小遣い稼ぎに利用されるのが主になってきている感はありますけどね。いや、喧嘩売ってるなんてことないですよ。すみません、いつの間にか1分半も経っていました。そろそろ動画の焦点をゲームに移しましょうかね。現在、主人公から逃げる銀河団員に追い打ちを決めているシーンです。ちょうど勝ちましたね。では少しカットします。おや、シロナさんじゃないですか。コダックの群れですか？知らない子ですね。てか、ここからもうミルク直売所まで行かないといけないんですか？だるすぎますね。だるだるイングリッシュです。聞きました。とりあえずもうミルクは買っておきます。シロナさんからもらったロキソニンを投与します。速攻性が高すぎるでしょ。なんか霧深くなってきましたね。多分どこかで霧払いをゲットするべきだったんでしょう。ここから長くなるのでここでパート4は終わりにしようと思います。中途半端なところで終わってしまって申し訳ないです。では、ご視聴ありがとうございました。霧の中をゴリ押しする RTA、始まります。前回、コダックの頭痛を治して道を進んだら、霧が深くなってきたところで終わりました。時間がないのでこのままゴリ押しします。ちなみに今はどこかで霧払いを拾ってないかと、藁にもすがる思いでバッグを漁っています。当然、ありません。なんかのモセ式で霧払いがどうのこうの言ってた気がしますが、全く気に留めてませんでした。いや、どこに何があるか本当にわかりませんね。見どころがないのでカットしました。画面下部はギリギリ見えるので、それを頼りに進みますか。そもそもどっちに進めばいいのかわかりませんでした。左の方に行けばいいらしいです。はぁ、勝ちました。なんか変なのが動いてますね。ゲ、トレーナーやんけ。エリートトレーナーのくせに追いかけっこしてたんかお前ら。まあ、簡単に。え、あ、何やってるんですか？うちのパーティのエース陣、気づいたら電気の一環がとんでもないことになってました。
スボミーも攻撃技はリークストームしかありませんからね。ちなみに PP も尽きたので今は麻痺させることしかできません。おまけに電気タイプは麻痺無効ですからね。ことごとく電気タイプが辛いパーティとなっております。ポケモントレーナー向いてないんじゃないですか。見てくださいよこのドヤ顔。活躍してるのは相方のライチュウなんですけどね。しかもこのフィールド霧のせいで命中率が下がるっぽいです。なんだこれ、チャンスか。チャンスなのでヌオを出します。電気無効、ゲンパーティのメシアです。見どころがないのでカットします。勝ちました、カットします。勝ちました、カットします。勝ちました、カットします。また勝ちました、またカットします。カットしました、進化します。あ、やっと無効区に進化しました。ついでに音も戻りました。やっと霧を切り抜けました。確かここでお守りを渡す的な目的があったはずですが、どこにいるんですかね。少なくともそっちにはいないと思います。ゲンガーの進化要請が通りました。え、通信進化ってありなんですか。知らないです。ですがゲンガーのような広い範囲で効果力なポケモンはタイムを縮めることに大きく貢献すると考えました。今さらタイムのこと気にしていたんですね。よし、行ってこいゴースト。ゲンガーになって帰ってくるんだ。え？なんか知らないけどディアルガが送られてきました。やったー。ディアルガは返したくないので代わりにフラクを共にしたビーダルを交換に出します。その心とかないんか。何を言うんですか。彼はこうなることで初めて花開くんです。なるほどね。ゲンガーがやってきました。いきなりパーティが強くなりましたね。いきなりステーキってやつです。ちなみにこのディアルガ無限増殖さんらしいです。さすがに使いません。意外ですね。使うと思ってました。使うにしてもレベルが高すぎてまともに言うこと聞かなさそうですしね。怒られてもあれですし、使わないのが無難でしょう。技マシンからマジカルシャインを覚えさせました。銀河団の活動の邪魔をします。お邪魔しました。洞窟の壁画を見ていたら神話伝承おばさんがやってきました。波乗り遅れたので許します。おや、いつぞやのコミュ障おじさんじゃないですか。コミュ障なのは相変わらずで、今度は宇宙スケールおじさんになっちゃったんですね。ツイッターでクソリプ送ってそう。そういえば、今から何したらいいんですかね。ヨスガジムのメリッサを倒せばいいらしいです。目的の設定が唐突すぎる。え、なんか引っかかったんですけど、今柵の操作性、なんか微妙？少しでも壁にぶつかったら引っかかるの。はぁ、勝ちました。この未成年忍び型 NPC、クソ害悪ですね。もしかしてこの山、怪力必須なんですか？霧払いといい、怪力といい、ほぼ必須の秘伝技をストーリー上で入手できないのは不便ですね。そもそも右から行った方が近そうですね。またあの霧地帯を抜けるのは億劫なんですけどね。そういえば、空を飛ぶってまだ手に入らないんですか？まだですね。物語の進行具合的にはもう手に入れててもおかしくないんですが。まあ、くよくよしていても仕方ないです。進みましょう。見どころがないのでカットします。さすがに高い目なのでスラスラいけましたね。ん？いやお前はさっき戦っただろ。この辺りの敵ってもう隠したなので本当に旨味がないんですよね。可愛いポケモン使ってますね。当然、ワンパンです。進化しててもワンパンです。二連休所、人の心とかないんか？やったのは僕じゃないですからね。このクロバットくんです。こういうの、間接正犯ってアトム法律事務所が言ってましたよ。こいつは戦わないといけないですね。避けられない戦いってやつです。手持ちが5体で立派。
この流れはパート2ですでにやったのでカットします。本当にオールビッパでしたね。よすがしてまでやってきました。空を飛ぶがあったら大幅に短縮できてましたね。では、よすがしてジム、スタお邪魔しました。勢いでそのまま入ってしまいました。では、改めてよすがしてジム、スタートです。3+5+7 はいくつになるか。回答は、回答用紙の問題番号に対応した回答。いや、そんなセンター試験みたいに出さなくても。では、回答始め。ここで間違えられたら真に芸人なんですけどね。もはや正解の音すら小恥ずかしいです。2問目、12+28はいくつになるか。回答は、回答用紙のもういいです。にしても、他のジムに比べてめちゃくちゃ道中簡単ですね。まあこれで、いきなり高校数学レベルとか出されたら第6確定。3問目、3×13 正解です。4問目、正解です。事前に4問の壁解いておいてよかったです。なんか、あれですね。外国人の先生が担当する授業が大体簡単なのと似てますね。では、ラクタンジム戦、スタートです。あれ、意外とおばさん。ダメですよ。年齢の割に肩出しファッションなのガチできついなんて言ってはいけません。すみませんでした。このあたりから自分のポケモンたちが自我を持ち始めます。あれですか、配信者のリスナーがコメントで面白いこと言おうとするみたいな。ああ、そうですね。まあとにかくこれによって今までより戦闘に時間がかかるので、より一層戦闘を避けましょうということです。危な。さすがにゴーストタイプ相手にゲンガー後出しは悠長でしたね。まあ、キャッチできたのでセーフです。あれ、たたり目打ってませんでしたか。実はそうなんです。今のゲンガーの技構成は催眠術、マジカルシャイン、たたり目、しっぺ返しです。なんていうか、個性的な技構成ですね。とばり式で技マシンいろいろ買ったはずなんですけどね。グダグダしてたのでカットします。行け、ひろゆき。怪しい光はポケモンにいりません。よし、ゲンガーを回復しよう。回復しました。ひろゆきさん、結果的に回復ターン稼ぎに。おお、やっぱり最初の仲間は絆が。わらわら、ひろゆき。絵に描いたように上に上げて落とされましたね。30で毒になるとはいえ、あの落とされ方は悲しいです。しかし、ゲンガーは回復できました。まあでも、レベルが上のゲンガー相手にミラー戦を挑むべきではないことは、さすがにわかっています。怪しい光はポケモンにいりません。ゲンガーは落とせましたね。ゴーストタイプジムのエースはゲンガーだと思っていたんですが、ラストのポケモンは誰なんでしょうか。ムーマージです。ムーマージですか、いかにも絡めてを使いそうなポケモンですね。っていうか、ムーマージも怪しい光使うんですね。所持ポケモンの100が怪しい光持ち。害悪おばさんすぎるでしょ。害悪なので加速します。ポッチャマオプションにしますか。え？セルフタスキと状態異常回復の同時発動。感動して泣きそうです。ですが、それはそれとしてクッションになってもらいました。人の心とかないんか？適材適所ってやつです。まあ、なんなら1ターン分のロスみたいなとこありますからね。それ、言わないようにしてたんですけど。え、ここまでやってけなされるんですか？にしても、時間かかりすぎじゃないですか？混乱で3分の1で行動制限される上に、ゴーストダイブ連打で2ターンに1回しか攻撃できませんからね。普通にクソイライラしています。ムーマージの個体値は特殊よりなのに、わざわざゴーストダイブ覚えさせてるあたり、もはや意図的に時間使わせようとしてますよね。これ私が新王地方チャンピオンになったら、まずこいつを新王地方から追放します。これをマニフェストにして出馬しようかな。さすがに清き一票を投じざるを得ない。というわけで、やっとメリッサ撃破です。
ムーマージー知識だけに5分もかけてしまいました。それに伴って尺もちょっと伸びてしまいましたね。いつもならここからポケモンセンターまで移動してそのパートを終了するのですが、今回はよすがしてから終了させていただきます。では、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。